昨日の僕ガーシーがね、仮想通貨バッジのね、その詐欺に関与してるんじゃないかっていうことを告発してるね、人がいて、金ちゃんっていうね、女子です。仮想通貨女子ですかね。その話をね、動画にして、またそれに引き続きですよ。今日のトースポですか。昨日か。ね、ガーシーコインってのが出たらしいです。なんだろう、ガーシーコインって言ったら思うんですけど、ガーシーコインに注意喚起。暴露系 YouTuber のガーシーが、24日自身のツイッターを更新、暗号資産ガーシーコインが勝手に発行されていることに憤慨しているという。当該ツイッターのアカウントは今月6日にスタート。リンクされたホームページには、ガーシーを模したイラストと、さらしたる、きっちりやりますという文言。さらには、参加を呼びかける内容が記されてやったと。まあだから、これも詐欺っぽいですけどね。で、ガーシーは同アカウントのスクリーンショットを添付した上で、あと何これ ?DM でフォローが、ワーが教えてくれたんだけど、勝手に名前使うなや、と怒りのツイート。続けて、全く関係ないし、みんな騙されて買ったらあかんで、と注意を呼びかけた。そして、俺仮想通貨わからんし、俺に利益があるわけちゃうし、これやってるやつ誰やねん、と。憤懣やり勝たない様子だった。ってことですけど、昨日言ってたね、仮想通貨詐欺に、正岡さんっていう人と久住さん、その話もなんかガーシーなんかしたのかな、ちらっとなんか言われ誰かから聞かれて、俺を巻き込むなやみたいな感じで言ってました。ちらっとだけね、知らんでそんなの、俺仮想通貨とか知らんやからって言ってましたけど、どっちが本当なのか嘘なのか分かんないですけどね。でもガーシーってね、言ってることが全て嘘だと思うんで、そこはちょっと注意していかなきゃわかんないなっていう感じはしますよ。このだからガーシーのこの仮想通貨、ガーシーコイン、ガーシーコインをちょっといろいろ見てるんですけど、面白いんですよこれ。やばいニュースっていうのも出てますよ。ガーシー仮想通貨になる速報って言って、ね、ガーシープロジェクトとかいう思ってる以上にやばい奴らが動いてるプロジェクト。だからこれがガーシープロジェクトなのかなと思うんですけどね。ガーシーコイン。これツイッター、でも海外のツイッターなんですかね、これね。日本、英語なんですよね。私たちの物語。ガーシーコインは BSC ネットワークで作成された日本では人気なスターのミームトークンです。日本で人気なスターですかね、ガーシーがね。まあ、あえて言ってんでしょうけどね。ガーシーコインは月に行くように設計されています。そこがよくわかんないんだ。月に行くんだ、これがと。ミッション。ガーシーコインの使命は、ガーシーコインの保有者を月に連れて行くことであり、ガーシーコインチームは忠実な保有者に利益をもたらすためにビジネスパートナーと継続的かつ限りなく交渉しています。チームウォレットの収益の一部は慈善団体に寄付されますと。慈善団体に寄付されるそうです。まあその時点で怪しいでしかないですけどね。一緒に行動している奴らが全員指名手配。一緒に行動している奴が指名手配のガーシー、おい、まるまるお前の取り巻き悪さばっかしてると、捨てるぞ、ちゃんと精査して付き合えよ。まあ、それね、言ってましてね、おい、タケルとかね、おい、マッケン、お前の取り巻き悪さばっかしてるぞ、ちゃんと精査して付き合えよ。とか言ってるけど、お前のね、お前の取り巻きが一番やべえだろう。全員指名手配者ですよ。って感じ。うさんすぎて草。月に連れて行かれちゃう。スピンドルの奴らのお金。スピンドルってのは、ガクトコインですね。だからまあ、うさんくさいんですよ、とにかく。すべて。最近の仮想通貨って。ビットコインは持っとけば間違いないでしょうけど、それ以外のどんどん出てくるやつは、もううさんくさいでしかないですよ。最近では仮想通貨バッジで詐欺をしてドバイで豪遊しているガチでやばいやつらが、チャンネルスタッフがガーシーのね、この久住敦さんとかね。驚愕、ガーシーさん、仮想通貨になってしまう。わらわら。こうだからガーシーは自分では関係ないって言ってますけど、わかんないですね。関係ないかどうかは別として、ガーシーが完全に、仮想通貨になってますから、ガーシーメインでね。だからよくわかんないです、これ。これですかね、立花さんね。擁立。こんなの、まあ、擁立したらまずいんじゃないかな。限りなくブラックですよ、もうグレー通り越して。だって、スタッフみんな指名手配でしょ、国際指名手配されてるわけでしょ。日本来た全員逮捕される人を、のチームのガーシーですよ。それを立候補させるんですかね。新田真剣佑からの借金6000万円も肩代わりするそうですよ。立花さんが。大丈夫ですかね ?NHK 立花。当初のガーシー擁立で劇薬を使う。ガーシーが7月
投開票予定の参議院選に出馬するか注目されていて、 NHK 党の立花孝志が交渉に当たっており、出馬を決断すれば令和の暴露が国会議員となる可能性が高くなった。でもいいんですかね、こんなブラックな人をね。日を追うごとにブラックさが増してんですよね。いろんなことが出てきてね。立花氏は24日、ガーシーは 50-50 と言っていたが、うちの党から立候補してくれる手応えがあったと。で、立花氏は先週中東に飛び、ガーシーと直接交渉を、返事は保留となったが、立候補する際には必要な戸籍謄本交付の委任を受け、代理人となった立花氏がこの日、取得したと。あ、なるほど。戸籍謄本持ってんのね、今ね、ガーシーのね。立花氏は、当選しても帰ってこなくていいと、ガーシーに中東に移住したまま出馬し、当選しても日本に帰国する必要はないと説く。海外に滞在したままの出馬、過去に実例がある。2007年に上静香率いる国民新党がチリで軟禁下にあったアズベルト・フジモリ氏が、元ね、ペルーの大統領を参議院選比例に擁立。フジモリ氏は選挙活動のために帰国を望んだが、なかなか叶わないままに選挙戦に突入し、で、落選したと。当時と違い、ネットでの選挙活動も解禁される中、ガーシーは海外から発信することもできる。さらに、NHK 党は参院選で選挙区に計75人以上の候補者を擁立する予定で、NHK や民放の政見放送にガーシーを出演させることで決定している。もう世も末ですよ、これは本当に。税金でしょ、本当にこういうの。やめてほしいですよ。選挙中、政見放送で一人ずつ爆弾を落としてもらいたいと、立花氏は、ガーシーの再生数のポテンシャル300万。まだまだネタはあって、ジャニーズのネタも放り込んだらすぐに行く。出馬したら20万票近く行くんじゃないかな。行くか？ガーシーで？ここまで来たら、この劇薬を使うしかないと。1議席獲得。比例で約100万票のためにガーシーと心中する覚悟。いいんですかね？ガーシーと心中してね。その前にもう結構あれなんじゃないですか、この仮想通貨なんかで結構やばくなってくるんじゃないですか。ガーシーが俳優の城田真剣佑との間にある借金6000万も一旦党側が肩代わりすると。なんでその金もらえあるんですかね、 NHK 党ってね。なんかあれですかね、選挙資金みたいな。党の金ってことは税金ですかね。それを肩代わりしていいのかなと思いますけどね。ちょっとそれはまずいんじゃないのと思いますけど。あれですかね、政治献金って持ってるんですかね、なんか党が。比例代表でガーシーが20万票いた場合は NHK 党内の候補トップとなるという見込みで、1議席獲得すればガーシーが当選となる。当選後、立花氏のようにすぐ議員バッジを外してしまう可能性はあるが、ガーシーは芸能界をきれいにしたいと意欲を見せていて、帰国して爆弾男が国会の赤じゅうたんを踏んでもおかしくない。劇薬を飲んでしまうとこちら側も一緒に倒れてしまうかもしれないが、座して死を待つよりも、まあだから座して死を待つっていう覚悟が今立花さんにはある。だから NHK 党はもう終わるんじゃないかっていう。まあね、そうね、参院選で一議席も取れなかったらもう NHK 党っていうのはゼロになるんですよね、議員がね。そうするともう泡沫政党以下ですよ。幸福実現党みたいなもんになっちゃいますよね。毎回候補者立てるけど誰も当選者いないという状況になるんじゃないですかね。まあでもなりそうですけどね。そうね、今のこの流れだと令和の暴露の出馬は政界だけではなく芸能界巻き込んでとんでもない選挙となる。まあ出して死を待つよりもガーシーを出して劇薬として出すっていうのも、まあそれはそれで立花さんがそうしてんだったらするんでしょうけど、ただね、まあ、ただ1議席も獲得できないだけで収まらないような状況になったらどうするんだろうと思いますけどね、もっとなんか大変な感じになる気がしますけど、もしそれを本当に実現するんであればねと思いますけど、まあ、そんな感じです。